あこやあこや、何時はに姿。覚えにありきいとしもの、何時は夢夢のますまじ。元借りたち、末借りきりて玉となさん。あこを抱きし玉となさん。こわやこわや、大鳥こわや。物見に登ることなかれ、深みを覗くことなかれ、まことを疑うことなかれ。するべ、行かなきゃ。でもおっちゃんたちに止められとるし。うん、ビビってる場合じゃねえ。見るのが待ってんだ。おじさん、どうやった？妹は、見るのは見つかった？ダメだが、村の男衆で森向こうの谷まで行ってみたけんど、履物一つ見つかりゃしねえ。やはり神隠しにあったかの。じゃとしたらミルムはもう。そんなの信じねえべ。神様がミルムを連れてくなんて、そんなことありえねえ。連れてかれるなら悪い子の私だ。そうじゃろ、おばちゃん。アマリエ、少しお休みな。昨日から寝てねえべ。そんなことできん。目をつぶったらあの子の泣き顔が見える。あの子きっと心細くて泣いとる。私が言ってあげなきゃなんねえんだ。お母ちゃん、ミルもいたべ。またこの子は。そんな冗談は。ミルム、ミルム、こんな泥だらけになって。ねえねえ、痛いです。ミルムにもしものことがあったら私怖くて。よかったよ。ねえねえ、泣かないで。ああ、ミルムの手、あったけ。それにしても、どこ行ってたべ、ミルム。マナの花を、ねえねえのお誕生日にプレゼントしたくて。マナの花じゃと？まさか。ドゥルガの荒れ地に。ドゥルガってあの禁断の地か。おめえ、あそこには絶対行っちゃいけねえって。まあな、あんたこうして無事じゃったんだし。あれ、ミルム、あなた怪我しとる。おでこどっかでぶつけたべか。ん、ふう、どうした村長、入れ歯でも飲んじまったか。それは傷じゃねえ。目じゃ。魔女の目じゃ。その子は
ミルムは、魔女病に感染しとる。大変だべ。ミルムが、魔女病？そんな、どうして？魔女病。バカ！子供は口にしちゃダメだって、いつも言ってるべ！ねえねえ、ミルム、魔女病ですか？アマリエ、お前もこっちへ来るんじゃ。かわいそうじゃが、ミルムはもう助かんねえ。銀の矢を持ってきただ。すまねえミルム、苦しまねえように一発で終わらせてやっからよ。ダメ！どくんじゃアマリエ。額の目が開いてしもうたら村ごとしまいじゃ。3年前のことを忘れただか。魔女に襲われたこの村がどんな目にあったか、両親を殺されたお前が一番よく分かっておろう。そうだよ、あんた魔女のこと死ぬほど憎んどったべ。んだ、それにほっとくと他の門にまで移っちまう。殺すしかないんじゃ、聞き分けてくれ。それでもダメ、私にはこの子しかおらんもん。この子にも私しかおらん。だったらどうするだ。村を出る。行こう、ミルム。行かせてやれ。子供二人じゃどうせ助からん。無限の森で魔物に食われてしまいじゃ。その方があの子らには幸せなのかもしんね。ネーネも怖い。足なんかガクガクだ。でもミルムのことはネーネが守る。病気だってきっと治してあげる。死んでも生き延びるんだ。魔女病になんて絶対負けない。第1幕、第1章、魔女と魔女の病。これより魔女病ヘクセシンドロームの病巣除去術を行います。患者名ミルム、年齢9歳、魔女コードは666ドリーンです。麻酔効果確認、心拍血圧ともに安定、麻痺中、投与完了。魔力系は反応はありません。よろしい、それではこの子のお守り人形に手術の成功を祈願して。はじめ、大魔メス。はい。額の切開完了、眼球を摘出します。大魔干渉。何事です？心拍、血圧、急速に低下。バカな！まだ額にメスを入れただけですよ。
しかし、どちらも下がり続けています。心停止。心肺蘇生術、それから挿管してアドレナリン投与。ダメです。生命兆候、戻りません。手術は失敗です。エクスシンドロームは我々バイスリッターといえどもまだまだわからないことが多い。非常に残念ですが、この子の死を無駄にすることなく次の患者を救うための糧としましょう。マーシュさん、気が重いですが、このことをアマリエさんに伝えてください。彼女は今作戦行動中のはずですから、エッケ村のそばの野営地にいるでしょう。わかりました。ヤックさん、事後処置をお願いします。遺体は非透過性防魔菌袋で密封、汚染された器具は清水で入念に洗浄するように。私は手術記録を書いてきます。わかりました。お守りの百鬼兵人形はご利益がなかったな。せめてお気に入りの人形を抱いておやすみ。助けてやれなくてすまない。俺たちが絶対に魔女病の治療法を確立してみせるから。だからどうか。気のせいか、未練がましいな、俺も。生き返った。いや、違う、魔力系の針が振り切れてる。まさか。ヒジョベル、くそ、体が動かん。魔力がほとんど残っていないのか。おい貴様だ、とぼけマナコ。キャッ、百鬼人形が動いた。ほう、貴様百鬼兵というのか。ふむ、私の言葉と自分の名前を理解する程度の知性はあるようだな。では百鬼兵、私の拘束を解け。従順でよろしい。さあ、今すぐ生みの親を助けろ。よせ、覚醒魔女は危険なんだ。そいつを解き放つのだけはやめてくれ。うるさい奴。百鬼兵、このバカを黙らせろ。よし、叩きのめせ。負けることは許さんぞ。上出来だ。その調子で早くこの忌々しい拘束を解け。ここの連中め、こんなもので私を縛りつけおって。
ただでは済まさんぞ。とは言ったものの、貴様を生み出すのに魔力のほとんどを使ってしまったからな。魔力？それに腹の中でうごめく何かが残りの魔力を吸い続けている。確か魔宮中と言っていたな。こいつを取り除かねばどうにもならん。わけ。人形、汚い手を突っ込むな。うにゅ。まったく、貴様は当てにならん。そこで伸びている男を叩き起こせ。わけ。うむ、やり方は貴様に任せる。魔女の使い魔らしく容赦のない方法で目を覚まさせてやれ。ドリーン、拘束を解いてしまったのか。ん？ドリーン？それが私の中。そうだ、魔女病の患者には識別用のコードネームが付けられる。気に食わんな。自分の名前は自分で決める。思いついた。私の名前はチェルカだ。以後それ以外の名で呼ぶことは許さん。いいな、百鬼兵。そもそも貴様は口が利けんか。まあいい、名前が決まったところで本題だ。おい貴様、魔宮中とやらを取り除く方法を教えろ。それは…あ？よく聞こえんぞ。百鬼兵、声が出やすいように口を裂き広げてやれ。待って、駆虫薬だ。虫殺しという薬を飲めば体外に排出できる。大きな声が出るではないか。それで虫殺しとやらはどこにある？ん？喉に何か詰まっているのか。百鬼兵、手を突っ込んでえぐり出してやれ。やめて、支部長室だ。薬は全て支部長が管理してる。支部長、私のまぶたを切り裂いたやつか。そうだ、もういいだろう。これ以上は勘弁してくれ。支部長室の場所を聞きそびれたが、まあいい、しらみつぶしに当たればすぐに見つけられるだろう。行くぞ百鬼兵。やつめ、支部長室とか言っておったな。さっさと探すぞ百鬼兵。あそこに何かいるぞ。邪魔をする奴は容赦せん。おい百鬼兵、あそこにいる敵を倒せ。
なかなかやるではないか。褒美をくれてやろう。それを身につけて、より一層私の梅雨払いに励めよ。強くなったようだな。戦って強さが増すとは面白い。見ろ、百鬼兵。あんなところに面白いものがあるぞ。攻撃して破壊しろ。中身を確かめろ、百鬼兵。
おい百鬼兵、貴様第三の目は使っているか。目標？やれやれ、猫に小判、豚に真珠、デクに額に意識を集中しろ。さあ百鬼兵、やってみろ。なんだこの目障りな柱は。何やら濃いマナの気配がするが、よし、そいつを破壊してみろ百鬼兵。面白いことが起こるかもしれん。マナが吹き出したぞ。しかもこのマナ、どこから湧いているのか随分純度が高いらしい。実に興味深い。念入りに調べるぞ百鬼兵。今はこんなものか。では行くぞ百鬼兵、虫殺しを手に入れる。ファイ！出た！この者たちです。覚醒魔女とそのマナニア。貴様が支部長か。いかにも、我が名はルートビヒ、バイスリッターロート支部を預かる者です。あなたの主治医でもありました。虫殺しを出せ。その要求には応じかねます。なんだと。当然でしょう。覚醒魔女の魔力を回復させるわけにはいきません。ならばギタギタにして奪うまでだ。鼻息が荒いのは結構ですが、魔法が使えないあなたは痛い気な少女と変わりありません。頼みの綱はお隣のとぼけたマナニアだけでしょう。うにゃ。支部長、そいつは舐めてかからない方が。お黙りなさい。日頃の鍛錬を怠っているから、あのようなものに不覚を取るのです。日々研鑽を積む大切さを教えてあげますから、ここで私の勇姿を目に焼き付けなさい。さあ、準備は整いました。このルートビッシュがお相手いたしましょう。私は少々腕に覚えがありますよ。めんどくさいジジイだ。百鬼兵、さっさと片付けてしまえ。ファイナー。バカな。ありえません。正義が負けることなどあってはならない。くだらないことを言ってないで、さっさと虫殺しを差し出せ。それはできません。正義で灯した我が炎はまだ消えていない。薬を持って逃げたぞ。おい百鬼兵。
ス、さすがに想定外だったようですね。このマナニアの登場はそちらの百鬼兵さんと同じく覚醒魔女が作り出した忌まわしきマナニアです。このマナニアを生け捕るために274名ものバイスリッター兵が犠牲となりました。痛ましいことです。しかしその甲斐あって私はこの凶暴なマナニアを対魔女用兵器として調教することに成功しました。たとえ覚醒魔女の作りし者であっても慈愛の心で接すれば心は通じ合う。それさあ親愛なるマナニアロンロンよ、今こそ私への友愛を示す時です。この邪悪な魔女とマナニアを打ち倒しなさい。遅れを取るなよ百鬼兵。